さて始まりました。えっ、ー、と、ためろ稲ジョブの試しに録音してみたトーク16になりますね。えっ、ー、と、このポッドキャストは30代後半、既婚の子育てエンジニアの何でもない日常を紹介するポッドキャストとなっております。それでは今日もよろしくお願いします。さて次に、えー、前回の振り返りですね、毎回やってるやつですね。 前回は、えー、トーク15やりたいと思った時にやっていきたいという話で、えっ、ー、と、まあ、マイニューギアの話だったりとか、やりたいと思った時にやっていきたい、まあ、表題の話だったりとか、雑談を自分で選ぶ時代みたいな話をしました。 えっと、フィードバックもいくつかいただいていて、今回は井戸端の書き込みが結構たくさんありましたね。やっぱりね、うんと、井戸端で、スクラップボックスプロジェクト井戸端というところで、まあこのポッドキャスト発祥して、えっ、ー、と、未だに、井戸端にページを、井戸端ってあのウィキみたいなものになっていて、その、ポッドキャストの一話一話に対応したページを作って、そこに書き起こしみたいなのを書きつつや,やってるんですけどうん、やっぱり良かったなと思っていて、まあ、ちょっと若干チートのような感じもするんですけど、すでに自分のことを認知されているコミュニティの中で、 自分の、まあ、メディアとしてというかポッドキャストを始めるっていうのはと初,初期のユーザー獲得というか、まあ、少なくともこの人たちは聞いてくれるでしょっていう人が、まあ、数人いるっていうところからのスタートなのでやりやすいなと感じていますとただねこのコミュニティ なんていう、コミュニティの中でそういう、その自分の活動を勝手に始めて、宣伝するみたいなのって、まあ、場所によっては煙たがられたりするような気がしていますと。うんと他のコミュニティへの誘導だったり、宣伝行為みたいなのを禁止しているコミュニティっていうのは結構あって、まあ、それはわかりますと。宣伝で埋もれたりとか、え、はい、と、そのコミュニティ内での人の取り合いになっちゃうみたいなのも、まあ、あるのかなという気がしていて まあ、それを懸念してんだろうな、というところは、あって。ただまあ、でもそういうのが盛り上がることが、コミュニティ全体が盛り上がることにつながるみたいな、一歩引いた目線みたいなところがあると、良いものになるんじゃないかな、と自分は思うんですけど、まあでもそれはね、コミュニティの主催者がどう思ってるかっていうところなので、えっと、あえてその逆らってやっていくっていう気はないんですけど、まあでも、井戸端に関しては、ルールがないのがルールっていうのをこう、字で言っているので、勝手に何かを始めて、勝手に消えていったり、妙な盛り上がりを見せたりするっていうこと自体がむしろ求められていることというような感じがあるので、 で、ま、気に、気にせずというか、気兼ねなく始められて非常に良かったなと、え、思っていますと。うん、本当ですね。で、まずね、前回のヒードワークね、まずリッスンの文字書き起こしの要約でですね、えっ、ー、と、要約が書いてある。要約ね、ボットが要約したものが、え、自己満足なマイニューギアについて話しています。という要約をしていて、私は特にそういう風に喋った記憶はないので、AI がその、切り張りをしてそのようにしたんだとは思うんですけど、確かにフレキシブル HDMI ケーブルの話や、 だったり電流を検知する IC の何て言うのかなその、ようやく、勝手に要うしてきたものが非常に自重的になっていて面白かったなと思って自分の中でふっとなった話でした。それから多合師匠、あの足の爪が割れてる、小指の足の爪が割れてるように感じるみたいな話は大勢さんもそうだって言っていて、まあ、やっぱりよくあることなのかなと思ったりしました。また雑談を自分で選ぶ時代の話に関して でも、これも大成さんですね。えっ、ー、と、ポッドキャストやられているので、えっ、ー、と、まあ、わかるっていう、似たようなことを感じているという話で、うんと、コメントいただいたのが、その、無意識にやっていたことが言語化された感覚があるよ、というふうに言っていただいて、うーん、まあ、改めて自分が聞いてみても、なんかこう、このポッドキャストはいつもそうなんですけど、その、すごい普通のことというか、よく言われていることわざとか、うまあ、なんかこの時代よく耳にするような話を、あえて自分でやっているっていうところがあって、うんなんだろうな。うん、それがその、 いやまあみんなが言うようなことを私も言ってるだけですよってそのマイナスに取るのかいやでも自分で話すからこそそのスルメイカを噛むようにその自分の中でもなんだろうなふ深く考えるいいきっかけになるというようないい面もたくさんあると思っていて私はなんかむしろそういうその当たり前のことでも改めて取り上げることで意味が出てくるっていうところに価値を感じているのであまあ引き続きやっていこうっていうふうにまあこのフィードバックの顔を通じて思いましたと あとはね、あの、個人の日記とかにも、実はこのポッドキャストの感想を書いて、えー、くださる方がいるのをちらほら、えー、観測しています。これは私が、あの、エゴサーチをして、発見したものですが、まあでもそれをね、ここで取り上げるのは、まあちょっと、なんていうのかな、この個人の日記まで入っていったものをここで読むと、なんかすげえ変な感じになると思うんで、そういうことはしませんが、えっ、ー、と、まあ、もしね、なんか、 あの、取り上げて欲しいような話の場合は、私の見えるところに、あの、持ってきていただけると、その意思を受け取ったしと、と言ったりということで、まあ、この場で話すみたいなことをさせてもらおうかな、と思っています。まあ、ともかく皆さんフィードバックをありがとうございました、という感じです。さて、いつもの、うんと、健康に関するコーナーですね。うんと、健康かと言われると、うんまあ、かつてよりは、という感じではあるんですけど、えっ、ー、と、ここ最近ちょっとね、涼しくなってきていて、 うん、その影響もあってか、夜、なんだろうな、よく寝れることが増えましたと。でも、なんかね、よく寝れると、その次の日は寝すぎていて、あんまり寝,寝なくて大丈夫みたいになったりとかして、すごくその睡眠時間が振動しています、その。ものすごく少ない4時間半とかの日と、7時間半みたいな日が、こう、行ったり来たり、 あするような状態になっていて、あんまりあんまり良くないんじゃないかなと思っています。特に寝不足の日の翌日の夕方とかは、なんかこう寝不足由来の不調が出ていることもあります。お腹を下したりとか、あ力尽きて途中でちょっとうたたねみたいなのをする時間が必要になったりとかね。で、まあそういうのも子供がいるとうたたねって言ってもね、取れる時間限られているので、そこでこう変に無理して、えー、っと子供がいる状態のところにグロッキーに参加するのは非常に家庭にとっても迷惑ですし、まあうまいこと。 やっで、まあ、なんか、秋になると、よく寝、ね、まあ、寝れるようになりますね。なんか、春眠暁を覚えず、なんて言いますけれども、秋も、週眠も暁を覚えない感じがありますね。それゆえに、こう、自分の活動できる時間、私、その夜寝不足をして起きている時間に、えー、っと、活動することが多いのですが、まあ、そういうのができなくなってきていって、 まあ、特にねその、無理せず寝ようっていう考えが優先するので、ん、あまり手を動かす時間が減ってきて、前々回のね、もくもくみたいな話は、ちょっと、最近は遠遠くなっていて、話せる内容も、あんまりないのかなっていうような週だったりしますが、まあまあ、健康か健康じゃないかというと、まだ、健康かなと思っています。さて、えっ、ー、と、日記からのネタのコーナーですね。今週ね、その、だからその、あんまりね、よく寝ていたので、作業、 あまりしてないよっていう話もあって、何を話そうかなと思っていたんですけど、うんと、まあでもやってはいて、何やってたかっていうと、あの、自分のウィキに、うん、自分のウィキ、自分はその、何ていうかな、作業するときに、あの、ウィキにメモをしながら作業したりとか、あ試作、なその、思いを、なんか、 とにかく、文字で書くっていうのを最近、えっ、ー、と、流行りで、自分の中の流行りでやっていますと。まあ、あの、文字に書くっていうのは結構元々好きだったんですけど、何に書くかっていうのは結構揺れがあって、メモ、紙のメモ帳が好きな時期だったりとか、あとは、ペンタブレット付きのそのデジタルガジェットに書くのが好きな時期だったりとか、今みたいにウィキに書くのが好きだったりとかっていうのは、まあ、うろうろしてるんですけど、まあ今はウィキ、 の、に書くのが、その、趣味、趣味というか、熱い状態になってるんですけど、あまあ、そんなわけで、あのー、その、自分の日記に結構な分量の文章が溜まっているんですね。で、えっ、ー、と、それと、今流行りのチャット GPT なんかを組み合わせて、何かできないかっていうのを、ここ、しばらくやっていますと。しばらくても3週間ぐらいかな。その、先週とか先々週も、特にその、触れはしませんでしたけど、えー、黙々している作業の結構な割合、この、えっ、ー、と、日記と AI、 の組み合わせみたいなところの話を考えていたので、今日はちょっとそういう話をしていこうかなと思っていますと。で、まず最初に、えっ、ー、と、Wiki って、な、何何っていうか、ウィキって何の説明はしませんけど、あまあ、どういう Wiki を使っているのっていう話をしていきますと。まず私は、えっ、ー、と、自分専用の Wiki を作っていますあの。特にその、配るためのものではなくて、自分が欲しいものを作っているので、すごくソースコードも汚いですし、 おそらくセキュリティ的にも結構怪しい方りするし、バグも結構あるような状態なんですけど、まあ、いわゆるドッグフーディングってやつですね。自分で作ったものを自分で使って改善をしていく。自分のためのものを作るっていうような、えっと、まあ、活動の一環として自分の動きを作っていますと。で、えっと、まあ、あの、オリジナルなんですけども、ほ、 機能の多くはスススククラッップボックスを大いにインスパインパアしたものになっていますただまあ自分一人で使うので共同編集機能はいらんやろうと思ってそれはつけていないのですが、でも他の複数デバイスから使うこととかを考えたらつけておいてもよかったかなと今は思っていますけども、まあ,まあそんなものですと。 で、なので、えっ、ー、と、機能も、えー、スクラップボックスみたいな2ホップリンクを、えっ、ー、と、サジェストする機能だったり、えー、がありますし、あの、独自の機能で言うと、GitHub の URL を貼るとソースコードが展開されたりとか、Amazon とか、えっ、ー、と、アリエクスプレスの商品を、えっ、ー、と、検索していい感じに貼れる機能とか、えっ、ー、と、 あとは、えっ、ー、と、私のお気に入りのスクラップボックスプロジェクトのページ名を保管して入力できたり、ワンクリックで、その他のプロジェクトに飛んだりする機能とか、あとは突然計算を始めるカルクの機能とか、その突然日記上で計算したくなることがあるんですよね。その計算を助けてくれる機能とかが、まあ、ついていますと。で、えっ、ー、と、ここ最近は、えっ、ー、と、さっき話したようにチャット GPT との結合っていうのを、えっ、ー、と、やろうとしていて、 一つやっているのは、えっと、関連記事というのを出す機能を、えっと、つけています。えっと、関連記事は、スクラップボックス由来の2ホップリンクっていわゆるその、えっと、互いがリンクしているページが関係ある記事だろうっていうことで出すっていう、そういう機能はもともとあったんですけど、え、チャット GPT を使って文章ベクトルが近いページを出すっていう機能を最近入れましたと。ああそれからちょっと順番前後しちゃうけど、スケジュールの管理の機能もついていて、えっと、ホーム っていうツールの真似。まあ真似ばっかりですけど。<laughs> 真似。これは EMAX 用のメモプラグインで、一人お手軽ウィキもどき、略してホームっていうツールがあるんですけど、それのリマインダーの記号っていうのが非常に便利。 どういうことかというと、その、日記の中に、あ、これは明日までにやらねばとか、あ来月にこれはちょっとあるよね、みたいなことを突然、えっ、ー、と、書きたくなりました。まあ、それは書きゃいいんですけど、で、そうなって、その後ではスケジューラーに登録とかってなるのって、なんか二重にやってるような感じはしませんか。で、ホームのリマインダー記号っていうのは、日記の中にある特定のフォーマットで、えっ、ー、と、何月何日、これこれとか、何月何日、これこれ、これはトゥードゥーとか、何月何日、これは覚え書き、これは締め切りとかってあ、いくつかのスケジュールのタイプと日付と、えっ、ー、と、ショートディスクリプション というか一行書いておくと、えっ、ー、とグレップのような感じで探してきて、えっ、ー、とスケジュールリストを勝手に作ってくれるような機能になっていて、えっ、ー、と私のべきにもその機能がついていますと。 あとは、えっと、ま、グレップって言いましたけど、その、ある、えっと、文字の書かれている行を抜き出すっていう機能が、もともとあるので、例えば、欲しいものには必ず、後ろに欲しいって書くようにしておくと、え欲しいでグレップすると、えっと、欲しいものがバッと出るっていうようなことが実現できていて、例えば、アマゾンとかで、その、送料無料にならないけど欲しいものとか、そういうのをその、書き溜めておいて、いざ注文するときに欲しいでパッて見て、あった、どのそこから、えっと、追加していって、 で、終わったら消しておけば次からグレープに出てこないみたいな使い方をしたりとか、うんと以前 どっかで自己紹介で話しましたけど、私、毎日、平日毎日、海外の電子工作事例のレビューのブログを書いているんですけど、それの下書きをやるのに使っていたりとかしていて、これもその、タグを使って、これは下書き状態の記事とか、これは、えっ、ー、と、下書きから清書ができた記事。そして、これはもう、えっ、ー、と、ブログとして書き終わった記事みたいなのをタグで管理していて、えっ、ー、と、これを使うと、その、今、えっ、ー、と、出版可能な記事、出版じゃないな。<laughs> 公開可能な記事の一覧をパッと出したりとか、えっ、ー、と、まだ下書きなんだけど、えっ、ー、と、清書を待っている記事。 記事の一覧を出したりとかっていう機能はこのウィキの機能の中で閉じてできるので非常に便利になっていますしあとこのウィキは API が一応あるのでスクリプトを使ってウィキのあるページをマークダウンに変換して GitHub に突っ込むみたいなことができるので出版作業もある程度自動化することができますとままあまあそんな機能の付いたウィキを使っていますとで。 まね、ドッグフーディングって結構お面白いし、えっ、ー、と、開発スタイルとしては、まあメジャーというかよくあるんですけど、まあ自分で作るとね、評価が甘くなる現象みたいなのもあって、なんだろうな、その自己満足に浸ってしまうというようなところもあったりするな、なんて思っていますが、まあでもね、楽しくできていることが私は一番いいことだと思うので、自己満足だろうが、なんだろうが楽しいし、えー、楽しいし自分のその、日々、 が良くなってるって気持ちになることがね、いいなと思ってるので、まあずっとやってるんですね。で、まああとはね、修行という側面も結構あって、そもそも自分は新しいプログラム言語とかを学ぶときに、まず Wiki を作ろうってのを結構やりますと。それはどうしてかっていうと、ネットワークとかファイル IO とか文字列処理みたいなスクリプト言語だとよくやる処理の大半を知ってないと Wiki って作れないので、まあそういうのの修行にも結構いいなと思っていますと。で、今使ってる Wiki はフロントエンドに ReactJS を使って、 で、バックエンドは Go。で、ホスティングは、えっ、ー、と、一応手元にあるちっちゃなクワネテスクラスターにレプロイをしていて、えっ、ー、と、HTTPS のサーブをするために一回クラウドフレアっていう CDN を通したりとかして、で、あとさっき話したようにチャット g p t と組み合わせたりとか、あなんかもう、どん、てんこ盛りというか、修行として十分な、あ、機能というか、 構成になっていてい、まあ、こういうのをやっておくと、なんか自分で何か作りたいときに、ああ、これはビキでやったあれだなっていう風に、大体なるんですね。だ私の仕事とも並走しているような、あまあそういうドッグフーディングのプロダクトになっていますね。 で、えっとね、この間付けた機能で面白かったのは、SNS 投稿を、えっ、ー、と、一種、その、その日の日記の下に入れるっていう機能を作っていて、これは結構面白かったんですけど、えっ、ー、と、私、ツイッターとかを結構やっていて、そのツイートを書くんですけど、その時やっぱりその人に伝えたいなって思った出来事がありましたと。それをツイッターに書きますと。で、そしたらその内容ってやっぱり日記にも書きたいことが多いので、日記にもやっぱり書きますみたいなことをするんですけど、 これはもしかしてと思って、その SNS 投稿を、拾ってきて、自分の日記の下に勝手にピュッて入れるっていう機能をすれば、そうやって2回やらなくてもいいんじゃないかと思って作ってみると、すごくいい具合で、特に、画像を、その SNS に上げた画像を、えっウィキの方にも上げ直してくれる機能が便利で、で、その、ツイート的なものの、投稿を、がコピーされたものを、 使って新しいウィキのページを作ったりみたいな感じで、えっとすごくシームレスにうんと sns と私のウィキが繋がってあ非常に良いなと思ったりしていましたが、まあこういう実験みたいなのをさっとできたりするのもドッグフーリングをしていることの利点かなと思っています。まあね、スクラップボックスも。 ユーザースクリプトとか、あの、API とかが充実しているので、そういう人のものの上で自分の好きな開発をするっていうやり方もできるし、そういうことをやってる人は結構多いと思うんですけど、えー、まあ自分で一から作っていくっていうところも、まあ、面白いので、うん、まあ、あの、万人にはお勧めしませんけども、あの、いいなと思った人はぜひ挑戦してみればいいのかなと思っています。まあそんなね、えっ、ー、と、私の作った Wiki の話なんですけど、まあこれは全、 前提というか、まあ、そんなのもいいよっていう話はしつつ、えっ、ー、と、でね、そっからじゃあその AI の話とか、どうしてあの、今、最近何やってるかみたいな話をこの後していこうと思います。そうだそうだ、AI の話の前に、えっ、ー、と、さっきもちょろっと話しましたけど、えっ、ー、と、私はウィキを作業場にしていますと。これが、もしかしたらピンとこない人とかがいるのかなと思っていて、というのもまあ私も、あの、あまりこういうスタイルで、うんと、活動し始めるの、 いうようになったのは最近のことなので、えっと、説明したいんですけれども、えっと、wiki って、まあ、パッと思いつくのは wikipedia みたいな、いわゆる辞書を作る、うと、ものなのかなって思ってる人もいると思うんですけど、もっと広く雑なメモを書く場所と私は捉えていますと、近いサービスで言うと、エヴァーノートとか、 ちょっとしたその買い物メモだったり、作業のログだったり、みたいなのをの雑多に書いていって書き捨てという、捨てるわけじゃないんですけど、軽く永続化させたくてメモを書いておくみたいなツールとして Wiki を考えていますと。あなので、えっと、従来の Wiki みたいにその編集モードと閲覧モードみたいなのが分かれているようなウィキはあんまり好きじゃなくて、そこにこうパッといきなりマウスを置くと書き始めれるスクラップボックスみたいなツールの方が好きなわけなんですけれども、これは、 今の、今まで私が話してきた、いくつかの要素と合わせて説明すると、例えば、その、私って今、子育てを始めていて、こま切りにしか時間が取れないとか、と結果をすぐに求めないスタイルの趣味活動をしているみたいな話をしましたけれども、えー、こういうこま切りにしか時間が取れないときって、例えばある日パッと30分時間が空きましたってときに、何やるかさっとわかるようにしておかないと時間がもったいないんですよね。いわゆるその、 コンテキストが失われるというか、この間どこまでやってたかっていうところにパッとこう帰ってこれないことには、えっ、ー、と、その細切れの時間を有効活用することができないんですね。また、えっ、ー、と、結果をすぐに求めないスタイルの趣味活動をしていく上では、えっ、ー、と、プロジェクトが結構超並列になるんですね。5つとか6つとかパラレルに動くと。まあ、当然その何かを待っていたりとか、えっ、ー、と、そのブロック要素がある。例えば子供がいるときに電子工作をすると危ないのでそれはできない。やりたいけどできないから、えー、別のプログラミングとか、 危なくない作業にしましょうとか、まあ,まあそういうその要件が合致している時にしか進められないので、じゃあこれはまだ後にしようって言っておいておくと結構パラレル数が増えていくんですね。そうなるとその私の頭の中にえっと抱えていられなくなるので、ま何を考えて何を試してどうなったか、次は何をするかっていうところをいちいちその書き出しておくことが必要になってくると。うんなんかその… それだけ聞くとめんどくさそうな気がするんですけど、ただその結果をすぐに求めないとか、細切れにしか時間が取れないっていう、そういう前提条件が重なった結果、このす、べてをメモしておくことが最適な解決策だろうと私の中で考えたので、あの、まあ、一見めんどくさい気がするんですけど、えっと、この方式を使っています。で、そのツールとして Wiki を使うというのが今の私のやり方ですね。 で、えっ、ー、と、まずは日記ページっていうのを毎日作っていて、まあ、ある種テンプレートみたいなものがあって、それを埋めますと、例えば健康について書くところとか、あとは、あの、過去の今日っていう、その、まあ、去年の今頃の時期何してたかみたいなのを、まあ、一応見れる、見れるようにとか、そういうコーナーを作っておいて、えー、書くのは私なんですけどね。<laughs> あの、過去の日記ページがあれば、それを、えっ、ー、と、リンクしたりとか、してそこで、ああ、そういえば去年風邪ひいてたなとかあ、そういうのをちょっと気づいたりするっていうようなところとか、まあまあ、そういうテンプレートがあったりしますと。で、そこに日記ページではもう雑に思いついたことだーっと書いていくんですね。で、 あの、作業とかも、あの、そのままざっと書いていくことが多いですね。あの、もう、これは大ことになるぞって、初めから分かっているものとかは、 はじめから別のページに切り出しますけども、えっ、ー、と、なんかちょっとすれば終わるようなことと思われることとかは、もう日記ページにダラダラと書いていっ,ちゃったりとか、あとちょっと頭に引っかかったようなこととかも、あの、そういう書き方をしていれば、自然に日記ページに書ける。その、どのページに書こうかとか、そういうことを考えずに、いきなり書ける場所として、まあ日記ページを用意していますと。で、まあその日の最後とか、まあ翌日の朝とかに、えっ、ー、と、その話題ごとにタイトルをつけて新規ページに切り出したりしていくみたいなスタイルをとっています。これは、えっ、ー、と、 うんまあ、おそらく、スクラッププロ、僕プロジェクト、スクラップボックスプロジェクトの移動型の日記ページの影響を強く受けた、あの、 記述スタイルだと思っています。その初めに表題をつけずにわらザラザラと書いていって、後からその塊が見えてくるというか、なんかそういうことの方が多いので、先にページを切っちゃっても、なんかこうじゃなかったなみたいなこともあるし、あとさっき話したみたいに、その何か書き始める時のハードルは極力低い方がいいっていう、まあ、そういう考えからウィキを作業場にする上で、日記ページっていうのは結構大事だなと思っています。あとあのさっき話した欲しいものリストみたいなのも、なんか突然欲しくなるじゃないですか、なんかその会社で誰かから聞いたとか、 フラットウェブサーフィンしてて、あ、これ欲しいって思った時とかに、もう日記ページに、うん、その欲しいものの名前と欲しいっていう風に書いておけば、後でグレップで拾えるので、あの、その欲しいを書く記述方法さえ決めておけばね、あの簡単にできるので、まあそういう風にしてますと。で、えー、っと、 これは大変だぞとか、明日もやるなってなったような作業に関しては切り出して、もうページ名とかプロジェクト名を決めてしまって、これはまあ日記ページに対してまあ作業ページと呼べばいいのかな。作業ページとかプロジェクトページっていうものに切り出して別のページにしますと。で、これにはその何を考えて何をやったかっていうのをこう、順ゅり順時系列で書くようにしていて、で、その関連資料、その作業をする上で必要となるリンク集とか、今どこまでやって何が分かっ ないのかみたいなちょっとした to do リストみたいなものではそこにもし日付が関連するとがあればさっき話したそのホームのリマインダー記号とかで書いておきますしいや単純にその何かそのみまやってないことを示すのであれば別に日付とかは関係ないのでそのままそこに書いたりしてますとでそうするとそのなんかそのこのページに来ればその今どこまで進んでるかとか作業に必要な資料とかが揃っているんでその うん細切れにしか時間が取れない時も、よしこれやろうってなった時にそのページに来ると、もうその、それをやっているモードに頭がピッと切り替わるようになっていて非常に良いものだと思っています。これは、 なんかね、メタファーとしてはその私が電子工作をするときとかに、そのあるそのプロジェクトを進めるのに必要な部品だったり、説明書、物理的な説明書みたいなものだったりとかを一つの箱に入れて管理することが多いんですね。それでその途中で終わったときはその箱の中に全部詰め込んでまたあの棚に戻すっていうふうにしてるんですね。そうするとその次始めるときにもう一回その部品探しからやるんじゃなくて、その箱の中に部品も説明書も全部入っているので、そこから作業が再開できるっていう、まあまあそういうのと同じような仕組みをデジタル で、もえっ、ー、と、まあ、そんな感じで、えっ、ー、と、ウィキを作業場にして、えっ、ー、と、私は生活をしています。生活をって言って、ちょっと大げさですけど、でも、結構生活の大半デジタルに対して何かをやっていることを、やっているので、うん、なんか、ほとんどの作業ログは、まあ、プライベートなものは書けない。今、ちょっとこれはオープンにしてるのね、書けないですけど、えっ、ー、と、作業の、 各場所として Wiki は活用結構してるんですね。まあそんな、こちらもちょっと前提の話ですけど、まあそうやって溜まった文章が結構あるよという、まあそれが私の作業スタイルということで、Wiki を作業場にするというお話をちょっとしました。 さて、いよいよ、本丸ですね。<laughs> ま、先ほどからちょいちょい話したり、話しちゃってるところはあるんですけども、えっ、ー、と、まあ、そういった自分のィキにですね、AI アシスタントを導入する方法をちょっと模索しています。まあ、私の中でこのプロジェクトは、えー、日記を読む AI アシスタントっていう名前で、えー、始まったものになっています。ただ、これはあの、私が発祥というものではなくて、これはちょっと前のエピソードで話した、えー、思い金プロジェクトっていう、えー、プロジェクトを見ていて、自分もいいなぁ、真似したいな、と思って始めたものになっています。 参加プロジェクト少しだけ話を戻しますと、まああの時からちょっと状況は変わってるんですけども、私の参加の仕方としては、その AI を使った SF プロトタイピング、まあ SF 小説みたいなものを AI に書かせて、その上でその if の世界というか SF の世界の議論として AI の活用とか AI が発展した世界での問題点とかをみんなで議論しようみたいな、まあそういうプロジェクトだと私はその時は思っていたんですけれども、まあそのプロジェクトそれだけではなくてもっといろいろな思惑が重なったものではあって。 で、そのうちの一つに、この AI アシスタントと、その人間が、なんだろうな、協力して文章を、なんかこう、コネコネするみたいな <laughs>、まあそういうテーマがありまして、いろいろあるんですね。その、例えばむちゃくちゃ議論が混み合ってしまった議事録の中から、その適切な区切りを見つけて、えっと、議論を明確にした形でページを切り出すことを AI に支援させることはできないかとか、えっと、まあ今回私がやってるみたいに、えっと、ある種の文章の束の中、 の知識を使って、えー、ある質問に対しての答えを出してもらう。答えだったり、まあ、その、とっかかりを見つけてもらうみたいなのをするとか、まあ、そういうことを、えー、やるっていうのが、まあ、その、思い金プロジェクトでも行われていますと。この説明で合ってるのかな。まあ、いろんな活動がある中でそういう活動をしてる人がいる。これは間違いではないですね。で、えっ、ー、と、まあ、主にやってらっしゃるのは、えっ、ー、と、西尾さんという方で、えっ、ー、と、この方は、エンジニアのための知的生産術とか、あまさに、まあ、この、ウィキに限らずですけど、その、どうやって、その、 知的生産をデジタルとかを使って、えっと、加速させるかみたいなところをメインにまあ研究しているというか、まあそういうことをずっと考えらってらっしゃる方なので、まあある種、権威づけじゃないですけど、まあそういう人が話すので重みもあるところもあったりとかして、私も結構影響を受けていますと。で、まあ私は結構そういう面白いなと思ったものに対しては積極的にそのアプローチをしていくというか、 えっと、その活動が、その、しぼんでしまうのは私として損だと思っているものに関しては、あいいぞもっとやれというか、どんどんこう、食い込んでいって、うんと、盛り上げようっていうのは結構やりたいことの一つで、えっ、ー、と、これはまあ、なんだろうな、セカンドペンギン的行動っていうんですかね、その、ファーストペンギンっていうのはその最初にね、 あの、何もないところによしこれやろうって旗を立てるというか飛び込む、潔く飛び込んでいくっていうところで、私はそういう初め見たペンギンを見て、よし私も行くぞってって、あの、ついていくっていう、まあその、良きフォロワーとか、二人目に踊るバカになれなどと言われる行動だと思うんですけど、まあそういったことを結構しがちなんですけども、まあそういう行動の一環として、私も、その、 AI アシスタントについて考えてみるし、なんなら手を動かして自分の文章とかをベースに、どうやったら AI アシスタントが活躍できるようになるかみたいなところをちょっと一緒に考えてみようと思って始めたのが、まあそもそものきっかけですね。で、まあまずは基本的なところとして、えっと、まずはこのチャット GPT っていうのは文章のベクトルを作ることができるので、 うん私のウィキページの、w i k ページだったり、まあその、西尾さんがやってらっしゃるのは、えっと、スクラップボックスのページですけどね。まあそのあるページをベクトル化しますと。で、ベクトル化すると距離を測ることができるので、えっ、ー、と、ベクトル化がうまくいくと関連ページを求めるということができます。これがさっき私が話した私のウィキにもついている関連ページの表示機能ですね。 スクラップボックスの通報プリンクを使った関連ページの機能も、えー、と便利だし、すごく理にかなっているというかスマートな解決策だとは思うんですけども、これってその人間がキーワードを覚えていて、同じようにキーワードを打ち込まないと関連にはならなくて、まあそれがそのいい具合にゴミにならない、あの、 サジェストになるっていうところがまあ肝だとは思うんですけど、あまりに古いメモとかでもう私の語彙が今と違ってしまっている場合とかにうまくその古いページとかがリンクされない問題点があるなと思っていて、それをこのベクトルケース、ベクトルの近いものを出すっていう機能が保管してくれるなと感じています。これはまあそういうベクトルを出す機能がかなりその成熟してきているからできるようになったことで、昔ではできなかったことだろうと思っています。チャット GPD とか出てきて、えっ、ー、と、割と確からしい文章ベクトルが 出せるようになったからこそ、今実現できる技術なのかなと思っていて、これがその通報ピックリンクに完全に取って変わるものというよりは、まあ相互に保管するものかなというふうに思ってますと。 でですね。まあ、これができると、ある、えっと、ページとか、ある文字列に対して、そのも、近い、えっと、ページを拾ってくるっていうのができるんですね。で、この拾ってきたデータを、えっと、チャット GPT に食わせることで、えっと、何か私の、んと、試作の助けになるんじゃないかっていうのを今、やっています。例えば、 難しいな。例えばって難しいんですけど、例えば今私が作っているべきのシステムに、新たにいくつか機能を実装しようと思っているんだけど、どれが一番先にやるべきかなとか、 うん、こういうのが思いついてるんだけど、他には何かいいアイディアはないかねとかっていうのをやると、えっ、ー、と、素で何もないチャット GPT に聞いても、彼は、彼 <laughs> チャット GPT は、えっ、ー、と、一般的なべきの話を知っているので、アドバイスをしてくれるんですよね。あの、コメントをつける機能があるといいよとか、まず、あ、やってくれるんですけど、えっ、ー、と、さらにそこに、えっ、ー、と、私が今まで書いた文章の中で、この質問に近い、えっ、ー、と、記事の一部とかを、 えっと、一回チャット GPT に渡すんですよ。私はこう、かつてこういうことを考えていました。っていうのを渡して、で、その上で、えっ、ー、と、新しいウィキにつけたい機能は何でしょうって聞き直すと、今度はそのチャット GPT は、チャット GPT の内部に持ってる知識だけじゃなくて、私が渡した、過去の私の文章のデータも参照した上で、えっ、ー、とあら、あなたは以前こう考えていたみたいな言い方になるのかな。まあ、その、 あ、そうね。確かに、えっ、ー、と、その機能欲しいと思ってたんだよねっていうような意見が出てくるわけですね。で、当然私が書いた文章なので、覚えているべきものな、覚えておくべきものというか、それは知っとるやろって話な気もするんですけど、結構忘れていたりとか、ちょっと文脈違いで書いていたことなんだけど、言われてみれば関係があるね、みたいなことも結構あって、えっ、ー、と、まあ、その、自分、AI に、えっ、ー、と、自分の文章を読んでもらった上で、自分の質問に、えっ、ー、と、答えてもらうっていうのは、 うんあ、ちょっと、まあ、その、百すごく役に立つかっていうと微妙なところもありますけど、えっと、過去に自分が書いたものを思い出すきっかけになったり、えっと、今考えている物事に新たな視点、 角度の視点を与えてくれるという意味ではかなり役に立つなと感じていますと。で、さらに、えっ、ー、と、こういう活動していくと、えっ、ー、と、いろんな人の、えっ、ー、と、ウィキのページ、スクラップボックスのページのベクトルインデックスが集まってくるんですね。例えば、さっき話した西尾さんのページの、えー、ベクトルインデックスとかね。で、今のとこ、ろそれは、えっ、ー、と、無料で提供されているというか、なんかオープンな場所にポロッと置いてあるので、これを使えば、その、私の、 質問に対して、私のページじゃなくて、西尾さんのページのベクトルインデックスに、えっと、意見を求めて返事をしてもらうとか、それ以外にも井戸端の方が何人かベクトルインデックスを公開されているんですけど、まあそういった井戸端のあの人に聞いてみようみたいなことが、えっと、その、その本人じゃなくて、えっと、ベクトルインデックスに対して、問いを立てるっていうのができるようになって、これも結構面白い体験だなと思って、いくつか試してみました。確かに、確かにその、 例えば知的生産に関することだったら西尾さんに聞くとなんかそれっぽいことが返ってきますし、まあ電子工作とかだったら自分の域に聞くのが一番良さそうなんですけど、みたいなのがあったりとかして、で、その、で、しまいにはその、いろんな人のベクトルインデックスのデータを全部混ぜこぜにして、今の質問に、え、適切そうなやつ、例えば西尾さんのところから二つ、私のところから一つみたいな感じで、取ってきて答えるとこう、万人にというかその、多くの人の知性、 の中で知ってるデータを返すみたいなのができて、それもなんか未来だなという感じで、まあ、体験というかさ、やってること自体になんかワクワク感を感じる体験となってます。ただそれがその、本当に私の聞きたいことを返してくれるかっていうのはまた別問題ですけどね。うん、で、まあそんなことをしたりしてますと。で、まあちょいちょい話していますが、この仕組みがものすごく有用かって言われると、 まだミラクルはないなという感じですね。過度な期待は禁物。ただ、えっと、発想のきっかけになることは間違いないなと思っていて、えっと、ミニマムなところで言うと、信託的な助言としては有用っていうふうに思っています。信託的っていわゆるその神からの啓示もっと,とよくある言い方で言うと、占いとかそういう感じ占いとか神からの信託みたいなものって、その抽象的な返事なんですよね。その、なんかわからないけど、 ラッキーカラーは赤ですみたいなとか、今やってることを続けなさいとか、なんかそういうものからも人はその、なんだろ、アイディアをもらえるじゃないですか。で、少なくともそれかそれ以上の、効能はあるなと思っています。もう少しなんだろうな、その砕いて話すと、その、おそらくこういうその信託的な助言によって物事が進むっていう事例は答えが自分の中にあるケースなんですよね。 ただ、答えが自分の中にあるんだけど、そこにたどり着けないとか、ちょっと背中を押してほしいみたいなことを、助けるためのツールなのかなと、今は思っています。あと、ま、あんだしも結構できますねその。なんだろうな、その、列挙してくださいみたいなのは結構得意なのでできますけど、でもやっぱりそれもその、 ある特定の知性から返してきてることなので、その視点はなかったわ、みたいなのが、すごいあるかっていうと、まあ、やっぱりその私がもう思ってたけどね、みたいなことを出してくることの方が多いですね。あ,あと、ま、その AI に、その質問をするために、その、なんだろ、教え込むというか、一回その私の中で今こう考えていて、で、こうなんですよね。で、私は今ここで詰まっていますよ、みたいなことまで説明すると、 のその時点で結構答えが8割出てることも結構あって、あ、聞くまでもなく答えが出ましたねっていうのに近い。ただそこまではいかないギリギリのところでも AI のあと一押しで、えっ、ー、と、 次のきっかけが得られるみたいなのも感じていて、これはその、ロボット掃除機、ロボット掃除機買った時も思ったことというか、まあよく言われますけども、ロボット掃除機買うと、ロボット掃除機が動けるように、まず部屋を掃除しますよね。これが、そのロボット掃除機を買った一番の良かったことです、みたいなこと言われると思うんですけど、それと一緒で、その AI に聞くために状況を整理したり、とか AI が何か返してきたことに返答だったり、それはこうだよねって AI に返そうとすることを、 によって、自分の頭の中がクリアになって、えっと、あ、だからこっか、って自分の中で答えまでたどり着いちゃうみたいな、そういうものとしては結構役に立つかな、と思っています。で、まあ、今やってること自体は、その、チャット GPT の本家のチャットの UI と、まあ、よく似ているようで少し違うものだな、と思っていて、うんとチャット GPT の UI でチャットの UI になっていて、あの、1行とか2行とかを入れて、返事を 期待するみたいな ui になってますよねあそこに文章とかドンと入れることもできるんですけどそういうふうなその作りにはなってないしロジックもおそらくそういうふうにはなってなくてえー、っとなので今やってるのはそのある文章をとかあるトピックを ai と一緒に考えてその結論を共同編集するようなうんとイメージになっていますと ai アシストをしつつ一つの文章だったり事柄に対する解釈をと求めるみたいな感じまあ、ただ現在はその えっと、制約があって大きな文章は使えない。そのチャット GPT と私の間で行き来させられる文章の、えー、と大きさに限りがあるので、えっ、ー、と、その、 知性、知性、その、追加情報も含めると、実はそんなに大きな文章を扱うことはできないんですね。うなので、まあちょっと限りはありますけど、チャットとは違う形で、えっと、AI と会話をする一つのやり方なのかなと思ってます。で、これが、その、どういう出口に向かっているのか私はよく分かってないです。あの、ただ、まあ AI が日記とか私の書いた文章を読んでコメントしてくれて、しかも私の知性を持ってコメントしてくれる。私じゃなくても、その、例えば西尾さんの知性を持ってコメントしてくれるという体験はすごく面白いですね。で、現状はやっぱりさっき話したみたいな、信託的なものが、まあ、まぁ、 にまあでもね、これって、なんか私、これやったことあんぞって思って、これはまさに、私が、ポッドキャスト配信で得たい経験とに似たものがあるなと思っていて、これも私、その、ポッドキャストに話すためにわざわざ、うん、今週あったこととかをまとめて、でそこで、えー、ある種のその、こういうことを話したいってトピックが決まり、 そこに向けていろんな情報を集めたり、えっ、ー、と、ロジックをこねて、最後こういう結論まで行きましょうみたいな話をこう考えて話すわけです。で、こうやって話してる中でも、ちょっと口が滑って、あ、これも関係あるねって喋ったことも、後々聞いてくるというか、後々自分の中で、あ、自分の中深層心理でこう思ってたんだってことがこう口をついて出るというか、雑談によって、その、え、端っこにあった考えがさらにもう一歩外に出る、出るところに行けるみたいなあ、まあそういう効果があったりとかして、これが私のやりたかった人生を濃くする活動の一つなんだと思って、 って言いますと、まあ、これはその、私の中では雑談の効果っていうくくりでいいのかなと思うんですけど、これも、私がやりたかったのも雑談系のポッドキャストって言ってますし、うん、その AI と話していく中でも、これをまあ、一種雑談あるテーマに対して AI が何か言ってきたことに対して自分もなんかざ、返すみたいな。こういうその会話が、 考えを進めるきっかけになるという点では、ポッドキャストを私がやってることと、日記に AI を入れていることっていうのは結構共通点があるなと思っています。で、もう少しこう、似たところをあえて抽象的に話すところ、脳の中にあるものを、あるアスペクトで切り出してみて、 それを並べてみたり、まとめ直してみることで、新しいことに気づいたり、考えを一歩進めることができると思っていて、これはポッドキャストの話す台本を考えたり、こうやって実際に話して口をついて出たことを拾って、もう一度まとめ直したりとか、AI に意見を聞いて、AI が私の今まで書いた文章からなんかざっと取ってきて、並べ始めて、それに対して私が、それはこういうことじゃないかなって AI に返事をする。これ全部同じことだと思っていて、えー、っと、 その人生を濃くする。自分が一回ふっと考えた考えのきっかけをもとに、どんどんこう、うん 考えの枝葉を広げていく、深いところに入っていくっていうことをするきっかけになるツールとして、うん、AI とか、ポッドキャストがあるんじゃないかなというのを、まあ、ここに来てというか、これもね、私がこのポッドキャストの台本をまとめている中で、最近やってることの話を書いていくと、なぜか雑談系とか、ポッドキャストみたいな話が、ちら頭の端っこをちらつき始め、ちょっと書いてみるかと思って書くと、意外と共通点が多いみたいなことに気づけたみたいな。うん、これはまさに、その、今、今の AI でできる、えっと、発想法とよく似ているなと。 you <sighs> 思っています。まあ、で、今はね、ここまでだけど、近い将来、えっ、ー、と、もっとその AI が使える文章の量が増えたりとか、えー、プロンプトエンジニアリングって言われてますけど、その AI にどう聞くと効果的な返事が得られるか、みたいなところとかが、えー、と進めていけば、えー、もしかしたら占い師以上のものになるかなって思ったりもしていますが、まあ、過度な期待は禁物だけど、でもその過度に期待しない状態でも、私には結構得るものがあるなと思って、えっ、ー、と、やってました、えー。もちろんね、西尾さんみたいにその知的生産周りの施策をこう、じっくりと、 なりわいとしてというか、まあ、やり続けている人に関しては、え、現時点でもかなりその占い師以上の価値があると信じてらっしゃるのかもしれないですけども、私はまだ、え、そのポッドキャストとかと並列して、えー、っと、まあ、面白いおもちゃというか、人生を、えー、っと、濃くするツールの一つとして、えー、っと、活用できないかなと思ってるっていうところですね。何かにとって変わるというものではなくて、まあ、ごくごく稀いかもしれない。永遠にちょっとま、聞いてみるか、みたいな感じで、えー、っと、 そういうふうに思えるような使い道が一つでも多く見つかるといいなと思って、活動しました。まあ、つまりね、現状はまあ、このようなヘリクツを来れないと、有用性がアピールできない状況にあると私は思っています。まあ、わかりやすい価値はまだないかなと思っていますけども、ただこう、やっぱりね、なんかこう、ここまで、今回の話を書いて、やっぱりこれは、この日記に A を住まわせるっていうことは、人生を濃くする活動の、 うん、一つだな。だまあ、わかんないです。ポッドキャストある日やめて、私はポッドキャストではなく AI との雑談一本でやっていこうと思いますって思えるかもしれない。まあ、そういう第一歩を踏み出しているんだなという気持ちに、えっ、ー、と、今日のポッドキャストの準備だったり、この話をしていて感じましたね。えー、まあ、そんな、ちょっと長くなりましたけども、うん、と自分の意気に AI アシスタントを導入しようとしているというお話でした。 さてさて、えー、お届け、えー、していきました。えー、いなじの試しに録音してみたため、えー、略してため6、トーク16もそろそろおしまいの時間になってきましたあ。今回ちょっと熱く語ってしまったような気がしますけども、やっぱりね、話したいことがあるときは、それを話していくのが良さそうだなと思っています。あの、今までね、理想として掲げてきた、その思想を書きたいとか、雑談系ポッドキャストでありたいとか、あまあいろいろありますけども、まあこういうのはその迷ったときの磁石的なもので、うん、話したいときがあるときは、その心の声に従うのがいいんじゃない 毎回ここで、その、締めてる時に違うことを言っているような気がしますけども <laughs>。ん、まあやっぱり何かに熱中していればそのことが話したくなるし、あと逆に、その今日じゃあこの話以外できたかって言われると、ん、まあいや今日今熱くなってることを話したいよねっていう、その、声、心の声の方が大きいし、それに頭を取られちゃっているので、まそれ以外のネタを話すっていう考えもあまり浮かばなかったので、なんか、やっぱり話したいネタがある時は、 それを話すべきだよね。<laughs> という、素直にそういう、風に、えー、思ったり、えー、しています。えー、はい。まあ、で、ね、あこのポッドキャストは、えっ、ー、と、まあ、毎回こうやってね、私の思いつきというか、今熱いものだったり、のまあ、話したりしていくわけですけれども、えー、もしご興味のある方は、だから特に私に興味のあること、方っていう感じですかね。私に興味がある方は、えっ、ー、と、ぜひね、購読をしていただきたいと思いますと。えっ、ー、と、聞きのポッドキャストプラットフォームの購読ボタンをポチッと押していただけると、えー、来週以降の、えっ、ーえー、と、ポッドキャストの 更新が通知されるようになりますので、えー、聞き漏らしがなくなるかなと思います。またね、過去回とかもね、あの特に色あせるような内容を話してるつもりはないので、えー、聞き直してもらえると、えー、ありがたいかなと思っています。えー、それではね、えー、と、この辺りにしようと思います。えー、お聞きいただき、ありがとうございました。